どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、皆さんランク上げしてますか？はい、まあ、最近ね、ウラシュラのランク上げ編成紹介したりとかいろいろね紹介してきましたが、今回はですね、ノーマルダンジョンのこちら極連極連がね、ランク経験値11倍になっております。はい、これ経験値11倍ということで、だいたい1周でね、うまいと3000万とか稼げて、まあ、ランク上げ効率悪くないね、美味しさになってるわけなんですね。今日はこの極連極連の周回編成を2パターン紹介していこうと思います。1個目は極連の編成難易度低めでかつ美味しいやつ、もう1個は極連の編成難易度高いけど美味しいやつ紹介していこうと思います。はい、で先に言っておきます、この編成ちょっとね、性格悪い言い方をするとランク低い人専用だと思ってください。あのですね、極連極連はスタミナ効率が考えられないぐらい悪いです。これ本当に極連ですら99で極連は120なんですよ。その割に1周3000万とかなんで、基本的に石がバカほどある人以外はウラシャラとかマットが絶対にいいです。とかまあウラマンジュとか、間違えた、あのまんじゅとかね、そういう系もあった方が絶対いいんで、まずおすすめはしません。ただこれは単純にランクが低い人だったらランクアップのね、そのスタミナ回復によって無限周回ができるわけですね。だから多分ランク1000とかだともう多分ノンストップ無理なんじゃないかな、わかんないけど。なので結構ランク低めの人とか最近復帰した人がランク上げに使ってほしいなっていう編成を紹介していこうと思います。なのでまあ俺の動画いつも見てくれてるようなガチ勢は、まあ極連の方回ってくれてもいいっちゃいいんすけど、結構あの石がありえないぐらい飛んでいくんで、まあ一応一回ね確認してからやってもらえればなと思います。はい、まず1個目です。極連の周回編成ですね、めちゃめちゃ編成なんで低いと思います。バッチは経験値バッチですが、なくても大丈夫なんで、もうその場合好きなバッチつけてください。落ちこなしバッチとかかな。はい、編成紹介していきましょう。まずはシルビアからですね。はい、シルビアはスキブプラスにって感じになっております。はい、でまああのシルビア持ってない人、あの普通にサレーネでもちろんいいです。はい、あの普通にサレーネお願いします。当然サレーネでお願いします。なんならリーダーはサレーネの方が強いまであるかな、これは。ただまあなんでシルビアかっていうと、最近始めた人向けにね、一応シルビア使ってるって感じなんで、持ってる人はもうサレーネで大丈夫です。もちろん当たり前ながら。で、こちらヘンリーです。超つなげし上限解放ドラゴンキラー潜在に、こちらジュリ武器ですね。こちら裏のたまらないドラゴンキラー武器つけてください。まあリーダーがサレーネになった瞬間にね、このドラゴンキラー武器はいらなくなりますね。はい。だって、ね、シルビアが攻撃力倍率10倍でサレーネが12倍なんですよ。ってことはドラゴンキラー5倍なんで、リーダーサレーネだったらドラゴンキラー武器はいりません。はい、ヘンリーですね。上限解放ドラゴンキラー潜在です。でヘンリーです。超つなげし回復キラーバランスキラー2突に、こちらガラーティーン継承ですね。こちらは裏のたまらない強化合成用キラーなんで、サレーネ等の強化合成用キラー1つ武器で代用する場合は潜在に1つ強化合成用キラーを、で強化合成用キラー2個以上の武器ならもうそれで大丈夫です。はい、っていう感じですね。まあ、で、まあ、多分このヘンリーとか武器ですねに関してはリーダーサレーネになった場合は不要だと思います。はい、まあ実際やってみてください。多分いらない、12倍だから。でヘンリーです。超つなげし、そして、アシスト自由からのヘンリー超つなげし潜在自由で、こちらロキ武器継承ですね。あ、なんならあの4体目のヘンリーに関しては超覚醒も自由なんで、でロキ武器継承ですね。はい、ロキはロキかトールですね。ロキかトールを継承してあげてください。あとフレンドはサレーネです。何でも OK ですね。っていう感じの編成です。もうめちゃめちゃ編成難易度低い周回編成になっております。サレーネすらいらないっていうね、実際に使っていきましょう。まずは1階層です。サレーネ持ってるやつはね、正味別にこの編成使わなくても全然周回できると思うんですけど、サレーネ持ってない人はね、マジでこの編成おすすめです。はい。でこれでゼラシュ突破していきましょう。で3階層です。ヘンリーからのロキ打ちましょう。でこれでワンパンしていきます。はい、もしロキ打ち忘れた場合は4階層ロキからのサレーネ打ってあげて対処してください。でもあのもうみんな分かってると思うんですけど、残りはサレーネずらしのみです。はい、一生サレーネずらしていけば終わります。はい、だからね、この編成は特に最近始めた人とかスパイファミリーから始めた人でサレーネなんて持ってないんですけどっていう人にはおすすめ。まあ、サレーネ持ってる人はあのまあ普通に自分で代用してもらえれば分かると思うけど、編成難易度めっちゃ下げれるので、ぜひそちらでね頑張ってみてください。はい、一生サレーネずらして OK です。はい、ひたすらサレーネずらしていきましょう。9階層もサレーネずらし、これでワンパンしていきます。ここからの10階層です。10階層もサレーネずらしていきましょう。で11階層です。
11回数変理打ってあげて終わりです。でもひたすらこうやってね、あのサレーヌじゃなくてごめん、ヘンリーですね。ヘンリーずらしをし続けるだけですね。ひたすらヘンリーずらすだけで周回ができて、こんな感じ、一周2300万ぐらいですか。で、さらにこれに、メタリットかなが出現したらもうちょい経験値もらえるということで、まあ美味しいダンジョンになってるかなと思います。はい。まずこちらがね、狂連ですね。こっちは組みやすいんだけど、まあマックスでも3000万ぐらいなんで、まあそうですね。まあ、ぼちぼち美味しいかなぐらいの感じです。で、もしね、持ってる人は、空いてる枠にね、あの、サレーネ武器みたいな、ダンジョンボーナス武器ですね。もし持ってる人は、ダンジョンボーナス武器をつけてもらえると、収穫効率上がりますので、ぜひ、もしね、持ってる人は、空いてる枠にダンジョンボーナス武器もつけておいてあげてください。という感じになっております。はい。という感じが、まず1パターン目の狂連周回編成でした。さあ、次2パターン目いきましょう。さあ続きまして、編成難易度ぶち上がります。極連周回編成です。まずはリダサレネ超つなげしに、こちらたまらないダンボ武器継承です。からのサレネ超つなげし上限解放にたまらないダンボ武器継承です。からのカビラ、ダンジョンボーナスにゼローグ武器継承で落ち込んだ支援をしていきます。からのこちらアーニョダミアンベッキーです。遅延2つ神悪魔、ごめんなさい、神悪魔キラー潜在にサレネ武器たまらないダンボ武器継承、からのダミアン、アーニョダミアンベッキー神キラー悪魔キラーにたまらないサレネ武器継承ですね。たまらないダンジョンボーナス武器継承です。からのサレネ超つなげしに、こちらサレネ武器継承って感じになってます。編成難易度はかなり高いですが、その分ね、効率はめちゃめちゃいいです。実際に使っていきましょう。まずは1階層です。トリア打ちます。はい。でずらします。これでワンパンしていきましょう。さあ2階層です。トリア打ちます。ゼログ打ちます。ずらします。これで倒していきましょう。さあ続きまして3階層です。タレネ進化します。ずらします。これでワンパンしていきましょう。4階層です。リーダーサレネ打ちましょう。これで花火プラスヘイストしてあげてワンパンしていきます。はい、このまま突破です。で5階層です。トリア打ちます。はい、これでワンパンしていきます。はい。でからの6階層です。6階層もトリオ打ちます。これでワンパンしていきましょう。さあ続きまして7階層です。タレネ進化後打ちます。はい、ズラッシュワンパン。でからの8階層ですね。フェレのサレネ打ちましょう。花火ずらしワンパン。でからの9階層です。9階層トリオ打ちます。はい、でこれでずらしワンパン。でからの10階層です。ここもワンパンしていきます。はい。でからのラスト11階層ですね。進化後サレネ打ちましょう。こんな感じで周回できる編成でした。めちゃめちゃ効率よく周回できてね、これでランク上げができます。はい。ダブリットが出現しない場合でも1周は思ってたより美味しいな。6100万ぐらいもらえるんですね。なるほど。まあ、なのである程度ランクそこまで上がってない人はこれでランク上げするのもありだし、逆に120スタミナだから、まあそうだね、だいたいまあ1億5000万とか2億、まあ2億ぐらいかな、2億ぐらいまでの人だったら1ランクアップが全然これでね周回できると思いますが、そうじゃない限りはね、もったいないんで注意してくださいという感じの編成でした。はい、ということで今回ですね、極連と極連の周回編成2パターン紹介するとかでした。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。